小鈴チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。まあ、いよいよ鎌倉殿の13人が始まると思うんですけど、うん、なんか僕らはね、うん、その、有名人意外とやってないじゃないですか。例えば、北条義時とか、はあはあ、平野清盛とか、うん、これやらないといけませんよね。うん、まあ、そんなんもやらないかんけども、あの、基本的にあれはまあ、平家物語とかそういうとこから、あの、やから、うん、物の順番としては、ごく最初の平家が、あの、怒ってくる辺からね、始める。それから、吉川英治が新平家書いた時には、平家物語は、あの、ただ森正伝の辺から書いてあるわけけども、あの、お父さん？うん、清盛のね。ほんで、要するに、平家物語は最初は、平家の清盛周辺の系図から始まって、で、ただ森の話になってというところら辺から始まるんやけども、だけど新平家なんかはもっと前のとこから始めてるわけやな。で、それはその方が分かりよいということで、その流れとして。ああ、そうですね。ほんで、僕なんかも一番あれなんかはね、後白河法とか、うん、ああいうのが陰性を張ってもう非常にいろいろやるでしょ。で、ああいう風になっていった流れをまず言うと。うん、ということは、もともとは、摂関政治っていうのがあって、藤原氏の。摂関政治は何か言ったら、自分の娘を皇后にして、で、その子、産んだ子供が天皇になるから、自分はその天皇の祖父やということで、外戚っていうんだけどな、うん、そういうなんで、後ろから操ろうというのが摂関政治ね。まあ言うたらね、うん、俺の親戚は天皇陛下だという。うん、俺の孫がっていうことやから。ね、うん、なんかどっかの最近の結婚するやつもそれやりそうで怖いんですけどね。うんうん、だからそういうやり方で藤原氏はずっとあののし上がっていったわけよな。なるほど。ほんでそれが白河天皇っていう、白河、後には法皇になるんやけど、白河天皇になった時にも、ある程度そういう状況は続いてたわけや。なるほど。イレバルックの1086年で言いますね。ああ、そうか。年号はよう、うん、僕ら、一番増えて年するとこやったから。僕も苦手ですけどね。うん、覚えてないけども。で、白河天皇っていうのが、天皇になった時に、うん、これは後三条天皇っていうのの子供なんやけど、でそれから、やっぱりその、摂政関白がおって、うん、それとまあ仲良してたわけよな。だけどそのうちにその子供に堀川天皇っていうのがなかなかその皇太子になるのを周りが認めへんだりしたんやけども、うん、やっと皇太子にした時に、うん、もうすぐまだ小さいので8歳ぐらいやったんやな。まあ、あの時天皇も一桁やったしね、うん、その時に、うん、皇太子の立体指令をした直後に、うん、すぐ上位してるわけや、白河天皇は。早いですね。ほんで上位することはその堀川、8歳の堀川天皇を天皇にしたわけやな。ほんと結局そんなもん8歳の子ができるはずないんやから、うん、それの補佐を白河天皇がする、まあ、するって上皇やな。今の上皇とは全然意味が違いますよね。うん、ほんとこれは言うたらその摂政関白が、うん、やってんのと同じことで、直接自分の子をやるんやからもっと強い権力としてだな。うん、ほんでところがその後に鳥羽できるわけやな、その子供で、でその鳥羽天皇が案外早亡くなって、うん、でその孫、自分の孫、鳥羽天皇の子供、でこれは自分の養女にしてた秋子っていうのを鳥羽天皇の皇后にしたわけ。ほうほうほう。ほんでそれの子供やから全く摂政関白と同じ形やん。自分の孫、自分の娘の子供が天皇になってるわけやから。なるほど。だからそれも自分が摂政的な役割をするわけやな。それから堀川、鳥羽、崇徳って 3人の天皇の貢献をしたことになるわけです。すごい力になってますね。だからこの間43年間。もう独裁政権みたいになってますね、うん、事実上。だからこの間に、まあ、必ずしもその摂政関白がみんなおったからね、うん、それと仲悪なったわけじゃないけども、摂政関白の中で、藤原の諸道かなんかいうその摂政をしてた人が、死んだわけ。ああ、亡くなったわけですね。ほんで結局それでもうその藤原家がガタガタになってしもて、ほんで結局結果的に完全に白河天皇が、うん、力をつけたわけやな。ほうほうほう。うん、だからそれを結局そこからもう摂関政治というものがなくなって、うん、あとは逆に院政っていう、それを
だけどやってることはあの同じことやんね。藤原氏がやったことを今度は天皇そのものが、うん、あの引退してやるっていうことやからね、うんうんうん、だからそういう格好であの院政というのが始まるわけね。なるほど、うん、ほんでそ その白河天皇っていうのの、ええ、平の清盛のおじいさん、ええ、おじいさんが平の政盛っていうね、これが伊勢平氏って言って、もともと平家もね、うん、関東におった時代があるわけや、うん、で関東におってそれから伊勢へ移ってきて、それでその白河天皇のあの北面の武士って言って警護役、ね、警備さんボディーガードですね、うん、これになるんやな。というかですね、うん、平家って言ってるけど本当は伊勢平氏なんですか。じゃあそうそう、ほんで伊勢平氏が、うん、あの最終的に清盛になった時に、うん、平家って言い出してるわけやな。まあ事実上の伊勢平氏なんだ。そうそうそう、前言ったら北条早雲のことを伊勢、うん、あ伊勢総帥のことを北条早雲って読むみたいな、うん、そんなことなのかな。ほんで伊勢平氏やから、うん、その平氏っていうものが、うん、もう一つ人気がなくなってるから、うん、それから伊勢氏って言うてる方がええわけや、北条早雲にしたら。なるほどね。な、うん、それから要するに出自は悪くないっていうところを言うてるわけ。北条早雲自体本来、うん、あのどこの馬の骨か分からんわけでしょ。もう最近はね、うん、伊勢氏っていうことはもう分かってるみたいですよ、うん、幕府の方向性かな、うん、それから伊勢氏の出屋ということを言うて、うん、最初はあのそういうふうに北条に名乗る前は伊勢でしょ、うん、うん、それからそういうなんで清盛のおじいさんがその白河天皇の北面の武士になったのがきっかけで、うんうん、あの平家はだん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 力をつけていくと、だからその力をつけていくについてはもう一回やります。なるほど、うん、でやっぱ僕のイメージとしてはお父さんのイメージも強いですね、うん、だからそのお父さんがいかにその後ね、あの白河天皇との関係を深めていくかとかね、でそのおじいさんの忠盛っていうのはね、もともとその北面の武士になった時に、うん、八幡太郎義家の子供で、義親っていうのがおって、うん、これが対馬の神って言って その自分 の江戸時代なんかと違って何々の神っていう時にはあの実際にその国へ派遣されてるような人な、それから対馬の神って対馬だからあの九州の方やな、あの辺 あのになった時に八幡太郎義家の子供やで義親が。なった時に向こうであのかなり悪いことしてるわけな、あの管理を殺して、それで財物をあの自分 の, あのにかすめ取って自分のものにするとかね、略奪だ、うん、ね、そういうことしたりしてね、うん、ごっつ評判が悪いわけ。ほうほう、それでそれで朝廷からは、うん、それはあの沖へ流罪ということになるわけや。ああ、後鳥羽上皇、うん、と一緒がなってる、流罪のみたいな、うん、ほんで沖へ流罪ってなったけども、うん、そんなもんあの実際にまだ捕まえてへんから、うん、先にあの刑が決まってるようなもんで、要はありますね日本でも、うん、あの加害者不在で有罪って、うん、ほんでそれで結局出雲の辺へ出てきて、うん、ほんでまた同じようなことするわけや、ほうほう、それでそれをなんとか追悼せないかんと、いうことで、でこの時にその平の、政盛っていう清盛のおじいさんがそこでそれを源の義親ですよね、うん、やっつけるわけやな義親。なるほど、ほんで大体八幡太郎義家は、うん、その自分の息子がそんなことしてるから、うん、いうのでなんとかその呼び返そうとして自分の家来をあの送って説得さすんやけども、言うこと聞かんわけや。ほんでその家来も義親の家来になってしまうとかね、うんうん、そういう感じで始末に負えんわけや。なるほど、ほんで結局は朝廷はあの平の忠政盛に頼んで、それでそしたらちゃんとそれをあの やっつけるわけやな。なるほど、だけどその義親というのは八幡太郎義家と同じようにその、うん、なかなかその強い人間で、うん、だからあの対馬守の時には阿久津島義親って言われて、阿久っていうのは強いっていう、ね、ね、あの悪いっていうと違ってな、強いって。それからそんなに簡単にその平の政盛がね、うん、あのやっつけたんかというのが皆に信用されへんで、ええ、
ほんでしかもその実は義親は生きてたいう格好で、うん、あちこちから義親を名乗るやつが続々現れたりしたんやけども、まあ実際にあのやっつけたんで、うん、その功労で出世したの、出世するっていうことやな。それがきっかけやな、あの平家がのし上がってくるな、登っていくのがね、うん、ほんでお父息子のその平家清盛、お父さんの代には昇殿 して竹光事件を起こす、うん、そう、それはまた話あとでやるけどね。なるほど、うん、だからそういうなんで活躍するんやけど、うん、その間にあのその政盛自体はね、うん、自分の子供娘をね、うん、源義忠なんていうその源氏 の源氏もあのそういう北面の武士らになって先に軍事的なあの力をつけてたわけやな、うん、でそからそういうなんとも仲良しようっていうので、うん、から最初のその忠盛の時代は自分の娘を源氏のそれにあの見合わしてるわけやな。だから要はどっちも最初の方は、うん、あのまあ言うたら武士同士仲良し、武士同士やし、うん、まあ、力も強くなかったからできたんでしょ。そうそう、仲良かったわけやな、うん、でそんなんが途中でその娘をやった、うん、その源氏の人間が死んでしまうんで、うんうん、それで後ものすごく源氏が弱なって、うん、源氏の一党を皆自分らの家来にしてしまうというのは、そういう格好。まあ言うたらですね、うん、その前の年も橋場秀吉も、うん、若い頃は仲良かったじゃないですか、うん、最後の方になったらまあ戦うじゃないですか、うん、まあそんなところでしょ、うん、だからそういう格好で、うん、やっぱりきっかけのその人おじいさんのことから知ってる方が、うん、あの理解しやすいと思うからね、うん、そういうのを知りつつ、平家がどんだけ強くなったかっていうのを見ると面白いと、うん、皆様いかが思われましたでしょうか。まあ、鎌倉殿の13人なんで、平氏と源氏の話、うん、じゃあ平家と源氏の話をしっかりやっていこうと思います。うん、はい、いろんな意見がありましたらコメント欄にお聞きください。いつも見てくれてありがとうございました。はい、この、まあ、この続きの、そのお父さんの、清盛のお父さんの忠盛か、うん、そんな話は明日やりましょう。なるほど。また会いましょう。バイバイ。